ず入って。一人暮らしだから遠慮しないでいいのよ。悪いわね、止めてもらっちゃうなんて。すまない。いいのいいの、どうせ彼氏もいないし。おらへんのか。もったいないちゅうかなんちゅうか。だってキャッシーはみんなのキャッシーだもん、特定の彼氏なんて。あ、適当に座っててね、今お茶入れるから。ああ、しかし部屋やな。少女趣味っちゅうか、小物やアクセサリーがいっぱいや。まあ普通だけどね。お茶どうぞ。ありがとう。いただきます。寝る時だけど予備のお布団2組しかないの、だから鳥さんの分が。ああ、その特大明石焼きは布団なんかいらないから。せやせや、なんならワテはキャシー班のチェストの中でええねん。できたら下着の入った引き出しが。ギュッ。キャシー、こいつの入れ物なんかないかしら。あ、これ前にハムスター飼ってた時のカゴなんだけど。最高。それじゃあケンちゃんはベランダでゆっくりくつろいでね。おにおやすみ。じゃあ明かり消すね。はあ、わーい、まるで修学旅行みたいだね、楽しい。リリスが修学旅行に行ったのっていつ。そうだ、ハズキ、枕投げしよっか。するか。しようよ。触るな。ねえ、二人って不思議な人たちね。すごい服着てるし、一体どこから来たの。まあ遠いところかな。ふん。それよりキャッシーこそすごいじゃない、その若さで大統領候補なんて。若くないわよ、キレイ党候補のサヤヤなんて13歳よ。13歳。若さだけが取り柄のあんなガキに負けるわけにいかないんだから。大統領って女の子がなるのか。は？いや、この国って女の子が大統領やるの。え、葉月の国では違うの。うん、まあ。じゃあ分かった、あれでしょ、この国の現大統領みたいにもう党が立った女なのね。現大統領っていくつなの。26。昔はカリスマ的な人気があってさ、2期も務めたもんだからもう26で、さすがに人気がた落ち。あー、26で党が立ってるとか言われちゃうの。当然でしょ、やっぱり女の子は10代のうちが花だもん。あ、そういえばリリスっていくつなの。え、私。あの、いや、まあ細かいことはいいじゃない。あ、隠すなんて怪しい、まさかもう20歳近いとか。いや、そうじゃなくて、たとえ26でも大統領というのは珍しいと思って。え、じゃあ葉月の国ではどんな人が大統領になるわけ。僕の世界では大統領とか総理大臣になるのは大抵おっさんだ。おっさん？男？そう、50代、60代、場合によっては70代とかのおっさん。いや、そんなの可愛くないじゃない。どうしておっさんなんか選ぶんですか。さあ、立候補するのがほとんどおっさんだし。その人たちってどういう人なの。そんないい年して政治に参加しようだなんて。どういう人って、まあ大体は権力が欲しかったり、利権が欲しかったり、戦争がしたかったり。いや、そんなの最悪じゃないですか、可愛くない。どうして男なんかに政治やらせるんですか。そう言われると。つまりあれね、このトロピカ国では政治は若い女の子がやるわけね。当然ですよ、私たちみたいに若い子で、しかも可愛いうちでなくっちゃ人気なんか取れるわけないでしょ、普通そうじゃない。確かにその通りね。でしょ。リリス、何をニヤニヤしてるんだ。キャシー、立候補の受付はいつまで。え、確か明日までだったと。この選挙、このリリスちゃんが出るしかないわね。どうしてそうなるんだ。だってこの国じゃ若くて可愛くて人気のある子だけがトップに立てるのよ。
それってこの私以外にありえないじゃないの。まさか。私明日立候補の手続きをする。もちろん葉月、あなたもよ。あ、どうして僕が。私は正々堂々と戦いたいの。キャシーや葉月と真っ向から対決して、そして勝ちたいのよ。冗談じゃない。どうして僕がそんなわけのわからないことをしなきゃならない。考えてみて。立候補すれば必ずいろんな人の目につくから。もしもこの世界に初見がいるとしたら、きっと葉月に会いに来るはず。そうかな。決まってる。初見を探すのにそれ以上いい方法があるかしら。なるほど。じゃあ決定ね。葉月も立候補します。あ、いや、あ、それはしっかり戦いましょう葉月。あ、リリスちゃん